はい、続いてがグレートサイヤマン3号。こちらが正義のヒーローで、マイラウンド開始時、自分以外に気力がピンチまたは気絶している仲間がいた場合、その仲間の気力を大幅に回復し、自分の戦闘力を永続でプラス2000。これのね、ミソというか、一番その、なんだろうな、まあ、注意すべき点がここなんですよね。マイラウンド開始時っていう。まあ、ゴアスの対策で今まではセンズ、差し伸べるセンズを皆さん使ったと思うんですけど、あれって、そのラウンド終了時に発動する効果だから、そのゴアス対策になるんだけど、その、こっちが先行を取らないと、ゴアスの後にセンズが発動しないからっていうので、ちょっと難しかったと思うんですよ。で、それが一気になくなりましたね。開始時だから、まあ、次のラウンド行ったタイミングで気力がない場合、もうゴアス切られてたらもう全員気力すっからかんですよね。で、その、まあ、自分は気力回復しないんだけど、自分以外の気力ピンチの仲間全員の気力を大幅に回復して、戦闘力も2000上がるっていう。やばいっすね、これは。で、この気絶している仲間も対象らしいんですよ。はい、これがめっちゃ強い。またはって、やばいでしょ、これ。海洋神も若干これで、使いづらくなるかな。まあ、レモほどね、なんて言うんだろう。まあ、個人的に、まあ、辛い海洋神対策カードはないかなとは思いますけど、これも十分すぎるね。で、その仲間の気力を大幅に回復って、ここはまあ、なんだろうね、あんまり見ない表現ですね。この大幅に回復しっていうのは。まあ、おそらく 75% か、まあ、100%。いや、でも 100% だったら全回復っていうから、まあ 75% ぐらいですかね。うん、で、戦闘力も永続でプラス2000でしょ。で、マイラウンド開始でしょ。やばくないっていう。まあ、スケベチと合わせてね、戦闘力ね、すごいことになると思いますし、このグレートサイヤマン3号先でしなければ、アビリティがね、毎回発動するんで、まあ、サポーターとかに、置いておくといいのかなと思います。で、正義のスーパーエナジーで、2ラウンド目からアタッカーにすると、自分チームの攻撃時、スーパーエナジー元に突入、気弾で敵にダメージを与える、さらに自分チームヒーローエナジーが多いほどアップする、大成功で攻撃した敵のパワーを永続でマイナス1万。やば。1万まで来たか。これ最初1000かと思ったら1万でしたね。やばい。これはやばい。でもまあ、1体だけだから、まあ本当にこれも、どうだろうな、アバターとかに当たったら痛いけど、うん、あんま火力出ないキャラとかに当たればまあまあラッキーかなっていう、感じですけど、うん、まあスーパーエナジー自体のダメージがね、高いんで、うん、まあスーパーエナジー持ちっていうだけでもすごい評価高いです。で、シーラス。はい、こちらが手堅い死なんですかね。サポーターにすると自分チームアタッカーのパワーとガードをそのラウンドのみプラス5000。また、自分チームアタッカーに召喚アプリか VC のキャラクター、仲間がいると自分チームアタッカーがそのラウンドで受けるダメージを半減する毎回。これ永続かと思ったら、あれなんですね。そのラウンド限りらしいですね。うん、まあ5000上がるだけでも、うん、だいぶ強いんだけど、まあやっぱりそのタンバリンとかザマス合体とかね、敵にいちゃうと、まああまり恩恵が少ないかなっていうので、まあロベルとかと合わせる必要がありますね。で、召喚アプリか VC の仲間がいると、その自分チームアタッカーがそのラウンドの受けるダメージ半減っていう、ここはまあベジット出すなり、あとはそのミッションでたまにこうお助けキャラとして、まあゴジータゼノとかゴハンクセノみたいな、感じで仲間にね、こう加わってくる場合があると思うんですよ。あとウィスとかね、エイジオブドラゴンボールのウィスとか、まあそれ用かなっていう。うん、対戦でもミッションでもどっちでもいけますね、これは。で、カンパした弱点。これが普通のロックオンで、そのラウンドのみ敵のダメージ軽減効果を無効にする。さらに2倍のダメージを与えると。はい、非常に使いやすいですね。このシーラスは、まあ、こっちはアタッカーにしてダメなんだけど、こっちはサポートにしなきゃダメっていう。まあ、若干噛み合ってない点はあるんですが、まあ、どっちでもいけるよっていうので、まあ、状況によってこう使い分けるみたいな。例えば、まあ、そのラウンドを守りたいんだったら、これサポーターにして、攻めたいんだったら、このね、ロックオンを使わせて、みたいな。うん。で、エナジー5だから、これも打ちやすいし、HP 4000あるんで、まあ、これも非常にね、自分の中では、まあ、評価が高いです。はい。まあ、ベビトラいると、このね、受けるダメージ半減消されちゃうんですけど、まあ、召喚アプリでベジット出すときはね、アタッカー7人になると思うので、敵も7人だったら、まあ、貫通もないと。いうので、うん、いろいろ使い方が、できそう。で、こっからがスーパーサイヤ人 4UR ですかね。奇跡のスーパーサイヤ人4と。はい、バトル開始、自分のミラクルパーフェクトの発生確率が永続でアップすると。まあ、これが今回の 4UR みんな持ってるらしいんですけど、まあ、どれぐらいアップするんだろう。25% ぐらいかな。で、奮闘のサイヤパワーですね。
はい、バトル開始時自分の記録商品による戦闘力上昇率が永続で 1.5 倍になる。またマイラウンド終了時自分の与えるダメージが永続で 1.2 倍ずつアップしていくと。まあそこまで強くないかな。どうなんだろう、マイラウンド終了時が開始時だったら、すごく良かったね。で、渾身の究極元気玉で記録ダメージ、与えるやつですね。はい、これは非常に強いです。まあ悟空ゼノなんで、まあ、ゼノ戦士の夢にするんだったらなんか他の悟空ゼノの方が優秀そうですけど、まあ個人的にこの龍拳、龍拳ではないか、なんだろうな、このなんか龍拳ポーズみたいですよね、あのヒルデガーの映画の。まあこのイラストは非常に好き。続いてが孫悟飯 GT のスーパーサイジン4と。そう、これがね、あの前回の動画で言ってたその魔族服あの着たスーパーサイジン4の悟飯っていう。こちらが勇気のサイヤパワー。バトル開始自分の記録商品の戦闘力永続で 1.5 倍になる。はい、これもまたなんか 4UR みんなついてるっぽいですね。でまた、戦闘力バトルに勝利すると自分チームアタッカーのパワーを永続でプラス5000毎回。倍増は消せないけど悟空 BR のアルティメットレアに似てますね。でカメハメハ持ち、なるほど、まあ軽減無効だからまあ普通に既存のカメハメハ効果ですね。まあどうなんだろうな、このご飯もそこまではっていう感じだよね。この戦闘力バトルに勝利しなきゃいけないから、なんかアタッカーにするだけでパワー5000上がる悟空 BR の方がいいかな。で続いてがベジータゼノのスーパーサイジン4ダブルアトミックフラッシュで、孤高のサイヤパワー、まあ以下省略、また1人でアタッカーにすると攻撃した敵に超強力な記録ダメージを与え、チャージインパクトスピード永続上昇する毎回。孤高の戦士みたいなアビリティが昔ねあったと思うんですけど、あれの上位互換、一人でアタッカーにするとっていう条件がまあ鬼なんだけど、攻撃した敵に記録ダメージ、超強力な記録ダメージを与えだから、まあ、亀裂が一発で狙えると。でチャージインパクトスピードを永続跳躍するっていうのはどうなんだ、攻撃した敵限定なのかな。まあ微妙ですね。でフリーズアタック持ちと。ああなんかそこまで控えめっすね。ちょっと続いてはベジットゼノ、最強のサイヤパワー、また戦闘力1万以上の差をつけて戦闘力バトルに勝利するとそのラウンドのみ自分と同じバトルタイプ仲間全員が消えしなくなる毎回。いやーここか、これですよね。いやこれが本当にきつい、1万って。いやー最初1000であってほしかった、1万ですから。まあ5000制限のトランクス未来とか、あとは戦闘力制限ユニットとか、まあ、そこら辺が必須になってくるっていう。なるほど。ただユニット組むってなってもこれを生かすのってそのラウンドのみ自分と同じバトルタイプ、つまりエリートタイプですねの仲間全員が気絶しなくなるっていうところで、エリート一致でユニット組むって結構難しいと思うので、まあユニットってよりかは1枚1枚のカードで例えばその戦闘力5000に制限するトランクス未来とか、あとはワンチャンドミグラのあれか、ユニット S で戦闘力3000制限したり、まあ、7000制限かけたりとかになりますかね。ちょっと残念だな、1万5000でよかったよねこれ。5000以上の差だったらねハース倒せてすごい強かったと思うんですけど、まあ1万と。で高速のスーパースラッシュで、チャージを速くするとなってます。なるほど、まあ、イラストはすごくいいんだよね。でゴジータゼノのスーパーサイジン4無敵のサイヤパワー、敵のダメージ軽減効果を無効にして攻撃する毎回です。はい、どうだろう、これに関してはまあスラックのアルティメットレアとすごい似てますよね。っていうかどっちかっていうとスラックの方が強いんじゃないかな。いやあのね、スラックの UR がその自分が無条件でガードとダメージ軽減無効にして攻撃するっていう、まあ無条件貫通なんですけど、あれのガードがないバージョンで、この戦闘力消費によるあの記録商品の戦闘力 1.5 倍なんだけど、バーサーカーだからあんまり恩恵がないっていう。まあただアトミックカメハメハがその貫通じゃない軽減無効で打てるのはまあ強いのか。でスーパーエナジー持ちと。なるほどね、まあそうだね、そこまでは強くないよね。若干微妙だけど、まあ人気自体は出ると思う。でバーダックのスーパーサイジン4反逆のサイヤパワー、攻撃した敵の、サポーターにした時の記録回復の超ダウンさせのエナジーをマイナス1と毎回。バーダックこの手の効果多いですね。なるほど、何とも言えないかな。で反逆のぶっ飛びスイング、これはバーダック専用ですよね。多分こっからか、さらに限界突破するとその敵の当たるダメージを永続で半減すると。ほうほうほう、
うん、まあ普通普通ですね。でラストがブロリ、こちらが激闘のサイヤパワーで、攻撃した敵の、ガードを無効にして攻撃するっていう、はい、まあゴジータゾノが軽減ならこっちはガードっていう感じですかね。なるほど、まあギガンティックデストラクションだからフルブローではないんだ。で破壊のカウンターラッシュ持ちとなってます。なんかもうちょいパワーあってもいいと思いますけど、これどうなんだろう。うん、なんかベジットゼノもね、あれですよね、意外と初期パワー低いんですよこれ。あのスーパーサイジン3とか8200ぐらいあったのに、シクレ版のスーパーサイジン4で6500とかになっちゃって、なんでこれって低くしてんですかね。うん、最強のスーパーサイジン4このベジットだと思うんですけど、ゴジータの方が高いっていう。あ、まあこれはバトルタイプにもよるのか。なんかベジットは毎回パワー高くあってほしいっていうのがあるんですけど、まあとにかくこれで全部見尽くしましたね。はい、という感じで、まあまあ今回はね、ざっと、はい、UR、 今回のねユニバースミッション8難 UR について、説明させていただきました。まあ個人的なね、なんだろうな、狙いは、まあ何枚かある。まあまずこれフィンで、あとはまあグレートサイマー3号、うん、この2枚はすごい欲しいなと思った。まああとはまあこれも狙いかな。うん、まあ第2希望でマジンプティンかなっていう感じ。そう、今回アルティメット多いから初日コンプとかは多分ね厳しいと思うので、まあ、あらかじめ狙い定めておくと、フィンとグレートサイマー3号とマジンプティン、うん、この3枚ですかね。あとはね、うん、まあ、そこまで、うん、そこまでかなっていうイメージ。これもね、うん、まあ、ダメージ倍増系だったら、うん、ラムーシと、なんだろうな、ラムーシとっていうか、まあ、暴走悟空とかとすごい、うん、近い感じになると思うので、で、まあ、フリーズにまあ4倍乗るんだけど、やっぱ倍増消しがね、ちょっと怖いかな。で、ベジータもまあいいカーなんだけど、まあ、個人的には、うん、1軍に入るぐらいのレベルではないかなと。で、スーパーサイジ 4UR の中だと、まあ、使いづらいとはいえ、まあ、合わせるカードにもよるので、このベジットも狙いですかね。はい、という感じで、今回こんな感じです。はい、まあ、皆さんの狙いもね、ちょっとコメント欄の方にね、書いていただけたらなと思います。はい、それでは UM8 段、楽しみましょう。ということでご視聴ありがとうございました。